議案4案を議題とします。これより質疑を行います。通告に基づき質疑を行います。朝倉未来春議員。発議案第3号、統一教会、世界平和統一家庭連合と政治家との癒着に関する徹底調査及び同団体への解散命令請求を直ちに行うように求める意見書について質疑をいたします。日本共産党さんが4つの発議案を今議会に提案されておりますが、うち3つは委員会付託されますので、まあ、委員会での議論にお任せできることとして、この発議案だけは付託されておりませんので、本日しかこの議会に公的に議論する機会がないということで、議論をさせていただきます。まあ、わずか30分の時間ですが、まあ、しっかり使わせていただいて質疑をさせていただきます。でまずこの発議案を、用意されたのが11月18日に提出されて、そこで提案説明を受けました。で、まあ、11月18日に提出するためには、まあ、議会のその手続き上もっと早めに文面を作ったので、多分11月上旬か中旬の初めぐらいにも作られたと思うんですが、本日は、まあ、11月30日であります。でこの問題は国会も含めて非常に大きな動き、地方議会も含めて大きな動きがありますので、まあ、11月18日の提案説明から本日に至るまで新しい状況変化などがありましたら、ぜひ議員が議決するときの参考になっておりますのでお聞かせください。それとこの中で被害者のことに少し触れられているんですけど、やはりまあカルトの花嫁という大月から出ている本、ぜひ皆様にお読みいただきたいんですが、本当に日本人の女性がこの統一教会に入ってしまって、その2回結婚されるんですね。でそして韓国に渡られると、で非常にもう苦しい生活の中で 2度の離婚を経験し、ようやく日本に戻ってきて脱会するというような過程が綴られております。家庭平和連合と言いながら、最も家庭を崩壊しているのが統一教会だというふうに感じます。で、この被害者たちの声が、今、日本の国を少しずつ動かしつつありますので、その被害者たちの声をどのような、視点で、発議者は捉えているんでしょうか。松崎幸議員。ご質問ありがとうございます。まずこの間の変化ですけれども、11月の11日に日本共産党の長野県委員会が独自の調査結果を発表いたしました。長野県議会の自民党会派の議員5人が政務活動費を使って旧統一教会の関連団体の会合などに参加をされていたということです。こちらですね、日本共産党長野県委員会としましては、税金から支出される政務活動費が、このように使われたことに抗議を示しまして、支出を訂正して返還すべきだと話しております。それで、これについては NHK も後追い報道しております。それから、大阪の市議会の方では決議が上がっております。旧統一教会を、まあ、世界平和統一家庭連合って今名前ですけれども、反社会的団体というふうに11月18日の本会議で位置づけまして、でそうした団体の活動に取り込まれることがないよう一線を画するというこういう決議案を全会一致で可決をしております。まあ、最近ですと秋葉賢也復興大臣の件が議会でも審議されておりますけれども、自身が代表を務められている支部、政党支部が、旧統一教会の関連団体に2万4000円の会費を支出しているということで、自民党さんの点検でもこれ出てこなかったことです。
ですので、これも非常に問題だというふうに見ております。それから宗教、この間ですね、やっぱり安倍元首相の銃撃事件の、容疑者の方が、2世の方だったということで、で、祝福2世、いわゆる合同結婚式で、それが理由でお生まれになったっていう方々ですけれども、そうした方々が中心となって、非常に本当に悲惨な実態があるということを、いろんな場所で告発なさっておられます。で、こうした声が表に出てきたことっていうのは本当に大事だと思いますし、今被害者救済の法案がまさに国会で審議されておりますけれども、そうした当事者の方々の声が反映されてないと。むしろ被害者救済どころか統一教会救済しかねないって、そういう中身になっているということですから、こうした当事者の方の声をぜひ取り入れていかなきゃいけない。審議にあたって、そういうふうに私は捉えております。朝倉議員。次に発議案の中で、世の中一般では一般報道としては統一教会の教会の漢字がいわゆるキリスト教の教会の教える会というふうになっているんですけど、発議案の中では統一教会の協議会の、協議するの教が使われております。これはどういう理由なんでしょうか。松崎幸議員。これは日本共産党は機関紙の新聞赤旗ですとか、あと日本キリスト教団、それから全国統一教会被害者家族の会も実は協力の協という漢字を用いております。統一教会は正式には1954年に韓国で設立されて、64年に日本で宗教法人格を得ました。で、その当時から世界キリスト教統一神霊教会で、その最後の教会は協力の教ですね。で、その名前 で略称として、自ら統一教会協会の、協力の教の方を用いてきました。で、その後、霊感商法なんかで批判が高まる中で、今度はキリスト教会と紛らわしい教えるの方の統一教会で名前を使うようになって、で、メディアに対しても、いろんな形で圧力をかけて、名称、略称を変えなさいというふうにしてきました。で、私たちはこうした圧力に屈するものではございませんので、今回も統一教会は協力の協ということで用いております。活動の実態も変わっておりませんので、そのままにしております。朝倉議員。そもそも、その団体自身が協力の協の方を名乗られてきた経過があるという話でした。で、今の話にもあったんですが、一般的にはこの教える方が使われているので、多くの人が、キリスト教と関係があるんじゃないかというふうに誤解されると思うんですね。で、私はやはりキリスト教の、信仰の中でいろんな社会的活動をされてきた方を見てまいりました。カトリックの方が、学生サポートにも関わってるんですけど、飯田橋での原発被災者の学生サポートの中心はカトリックの方でしたし、青い鳥、具体名は避けますけど、母子生活支援施設でも、プロテスタントの方が中心に、その教会の方は運営されているというところが、法人のに関わっておられるという話もあります。ただそういうところは決して信仰を強要せずに、本当に社会奉仕活動としてキリスト教の精神でやられているんですね。で、そういう意味で、やっぱり誤解されるのは非常に、残念だと思うんですけど、先ほど少し出てきたんですが、カトリックやプロテスタントとのキリスト教系団体は、この統一教会についてどのような見解を出しているんでしょう。松崎議員。私も不勉強だったんですけど、調べさせていただいております、この間。で、カトリックの司教団は、すでに1985年に声明を発表されておられます。
で、その中でこうおっしゃってます。私たちは一つの人間家族を作り上げることの意義を否定するものではありませんが、この世界キリスト教統一神霊協会がキリスト教ではなく、ましてやカトリックでもないことを示し、キリスト教一致運動としてのエキュメニズムの対象にもなり得ないということを明確に宣言したい。全部キリスト教を統一してしまおうっていう、まあ、それがエキュメニズムということだそうですけども、それから私たち日本カトリック司教団としては、この世界キリスト教統一神霊協会のいかなる運動や会合などにも関与しないように注意を促したいと思います。ということで、姿勢は明確でいらっしゃいます。で、プロテスタント系のキリスト教会の集まりでいらっしゃいます。日本キリスト教団も、その1986年、やはり声明を発表されておられます。で、ここでは、統一教会が日本キリスト教団とは、信仰的にも組織的にも全く関係なく、その実態から見て、宣教協力の対象でもありえないこと。そして、日本キリスト教団は、統一教会の活動を憂慮し、その実態を広く人々に知らしめ、被害者たちの叫びを聞き、教会の重要な働きとしてこれと取り組むこと。まあ、こういったことを声明に盛り込んでおられます。93年にも、日本キリスト教団は被害者救済の決意を新たにするとして声明を発表しておりますし、まあ、それ以後もずっとこう被害者の方やご家族の方のご相談に乗っていらっしゃるということです。今回の事件を受けまして、改めて、まあ、政治家、著名人、キリスト教関係者の方は、まあ、速やかに関わっているならか関係を解消してもらいたいと、ご協力くださいということを要請されてますので、このようにキリスト教団の方々は批判的、統一教会に批判的であるということ、その立場を明確にされておられます。朝倉議員。陳情項目、発議案の要求項目の一番目に、国会及び所属政党の国の責任において、個人も含めて国会地方議員の癒着の全容を調査し、公表するということですが、これは国会を通じて政党、各政党に要請するというふうな要請と考えてよろしいんでしょうか。松崎議員。まあ、これは立法府の中で、まあ、きちんと調査をしていただきたいということで、まあ、そうなりますと、まあ、形にはこだわりませんけど、まあ、結局その所属政党が自分たち自身で調査しなければならなくなりますので、まあ、そういった意味を込めて書かせていただいております。朝倉議員。はい、本来暴力団と同等の反社会的団体であるこの団体が宗教法人であることでどのような優遇を受けているのか、そしてそれが今回のさまざまな加害にどのように関わっているんでしょうか。松崎議員。宗教法人であることで税制上の優遇を受けておられます。宗教法人は営利を目的にしていない公益法人等に位置づけられていらっしゃいます。統一教会も認証を受けた宗教法人です。税法上、宗教法人の宗教活動には課税されません。法人税のほか活動するための敷地、建物に課される固定資産税などもかかりません。宗教法人が自由に活動するための物的な基礎がこうして与えられるということです。また、この間、宗教2世として表に出て発言なさっている小川さゆりさんがおっしゃってましたけども、宗教法人格ってお墨付きがあるそのこと自体が被害を拡大しているんだと。団体の権威となって、
一般的にはまあ国が認めてるんだから大丈夫でしょうということで、どんどん信頼性がある種高まってしまい、で結局それが長年にわたって多くの方の信教の自由や財産権の重大な侵害を行っているということでございます。以上です。朝倉議員。この解散命令、ということですけど、これについて、まあ、世の中的にも誤解があり得る話なので、しっかりと議論をさせていただきたいと思うんですが、解散命令が出た実例として、その効果をオウム真理教について、一つの大きな例としてのオウム真理教についてお示しください。また、オウムの、という名前は残ってないけれど、オウムの残党は宗教法人ではないが、自らの団体は現在でも維持しております。統一教会に対する宗教法人上の解散命令が出ても、まあ、彼らの一部自身が内部でそれを続けるのは自由であり、宗教、まあ、彼らがいわゆる言っているような宗教弾圧ではないというふうに確認してよろしいんでしょうか。松崎議員。おっしゃる通り宗教弾圧ではございませんし、統一教会の内部の方の信教の自由は、解散命令が出ても妨げられません。オウム真理教ですけれども、1995年に解散命令が確定をしております。その2ヶ月後に被害者らにより申し立てによって、東京地方裁判所がオウム真理教に破産を宣告いたしました。まあ、清算手続きが破産手続きに移行したということです。現在も、朝倉議員がおっしゃる通り、オウム真理教は活動しておりますけれども、ま、税制上の優遇措置という、ま、基盤を失って、ま、お墨付きも、国のお墨付きも失ったということですから、ま、今のこの状況を見ても解散命令の効果っていうのは絶大だというふうに考えます。それからですね、解散請求、ま、よく誤解されるところで、ま、信教の自由を犯すんじゃないかっていうその点なんですけれども、全国霊感商法対策弁護士連絡会の河合康夫さんという方が、まあ、詳しくご説明してくださってますので、まあ、ご紹介いたします。宗教法人格という枠が取り去られるということです。それによって清算という形になりますから、例えば宗教法人の財産や礼拝施設が失われるなど、信者の信教の自由に全く影響がないとは言いません。が、それは間接的で限定的なものです。その限定的な制約と、今回の解散請求の必要性と比べて、解散するか否かのどちらを取るかという判断になります。解散命令は宗教団体自体を失わせることではありませんし、信者の皆さんの信仰の自由は奪うということは全くありませんということです。私も全く同感です。以上です。朝倉議員。それでは最後の質問となります。私は各地方議員の政治家も含めて、すべての政治家が統一教会との関、まあ、もし過去に関係があるならばそれを明らかにし、その点については謝罪し、今後一切関係を持たないということを宣言すべきだと思っています。まず私は学生時代から統一教会は問題にしてきましたので一切関わっていないということを宣言いたします。で、私が1981年に東大の駒場に入学したわけですが、理科一類という、まあ、理系の、学部に入学したときに、クラスのオリエンテーションというのがあったんですね。その、語学で50人のクラスがありまして、まあ、その50人のクラスごとに、上クラスという、まあ、同じリーチ21組という、上のクラスの人が、私たちの新入生を迎えて、オリエンテーションというのをやるんです。各クラスについてオリエンテーションがあります。その時に、オリターと言われる上クラスの人から、とにかく統一教会原理には気をつけろ。まあ、原理研究に、大学では名乗ってるんです。原理公論を学ぶということでね。で、そのことを強く言われました。で、そんな変な団体がいるのかなと思いながら、その生活してたところを、東大の駒場キャンパスはイチョウ並木とかがあるんですが、そこに必ず、3組ぐらいの女性が立ってるんですね。女性の、まあ、2人組で。
でもうとにかく通る人ごとに、聖書について学びませんか、悩み事ありませんかと話しかけてくるんです。でそうすると残念ながら何人かの新入生が、原理研統一教会に入ってしまうということがありました。そういう状況で、非常に問題が大きかったので、当時、東大の中で学生自治会が全体をまとめてましたが、政教学生委員会や全学校連定委員会、駒場裁委員会、駒場寮委員会、政教学生委員会など、学生会館委員会、学友会など、すべての自治団体が統一教会に、警戒してくださいという呼びかけをしてました。で、一方、統一教会は今と全く一緒なんですが、もともと1970年代に、偽の寮を作ってそこに、新入生を勧誘する精神学寮事件というのと、暴力事件、性同術部暴力事件というのを起こしまして、そこで様々な、東大の自治の行事から、その事件に反省がない限り参加させませんよという対応を取ってたんですが、それに対して宗教弾圧だと言ってたんですね。で、それで、じゃあ本当のところはどうなんかということで、公開討論会を行ったのが1981年11月25日、イチョウ並木前での公開討論会、お手元の、写真であります。でここは自治会の政府委員長と半原理教頭という2人と、それから、統一教会原理研2名の6名による公開討論会を青空で行いまして、きちんと問題を明らかにするような、彼らにも発言の場を与えながら問題を明らかにするようなことをやってまいりました。そしてそうやって討論の機会を与えたにもかかわらず、1982年には統一教会の人々が、当時の駒場寮、私も住んでましたが、寮院長泉久夫さんでしたけど、彼、その駒場寮に襲撃を行いまして、その部屋を襲撃したんですね。そしてそれに対して警察が導入されるというような大事件が起こりまして、本当に統一教会というのは大問題だということが明らかになってきました。で実は写真をご覧いただきたいんですが、ここに、いろんな学生が顔を伏せて写っておりますが、当時の1981年の、中ですから、それほどファッションにこだわる、私も含めてファッションにこだわる人はいなかったんですけど、ちょっと左の、真ん中あたりに、なんかおしゃれな 服を着ている方おられますね。青い服に首のところが赤い方です。で、この方は、その後、全学オリエンテーション委員長という、その、新入生を歓迎する委員長と、それから、五月祭実行委員長という方をやられて、現在は実は、某省庁の、局長になられてるんですけど、彼は、別に思想的には全然、自民党に近い方だったんですね。今、そういう近くで仕事をやってるぐらいですので、ただ、やはり自民党に近いような考え方の方でも、とにかく一致して、統一教会問題なんだと。原理は問題なんだと。決して、その、学生をこれ以上、被害者にさせるべきじゃないかということで、一致して行動していました。本来は、すべての政治家が、統一教会に対してはそういう対応を取るべきだったのに、残念ながら選挙に勝ちたいというためだけでしょうけど、自民党の一部とかがこれを引き入れてしまった。で、それが今回の腐敗の根本にあると思います。そこで発議者にお聞きしたいんですが、この発議案の中で、一番のところですね、国会及び所属政党の責任において、個人も含めて国会議員、地方議員の癒着の全容を調査し、公表することというふうな、ことを書いてあるんですけど、これは当然やられるべきです。で、その調査公表した上で、例えば関わりがあったとか、そういう人は、どうすべきだか、そして政治家全般に対して統一教会との関係は、この調査公表は当然のこととして、その後の政治家のあり方としてはどうあるべきかとお考えかをお聞かせいただいて、私の質問を終わりにします。松崎議員。本来でしたら調査を待たずして公表すべきだと思いますけれども、関わりがあったっていうことが分かった方は、それをすべて公に明らかにした上で選挙での審判を仰ぐべきだというふうに考えます。非常にですね、じゃあどうやって
まあ、解散請求、解散したとしても、まあ、例えば国会でのロビー活動とか、まあ、いろんな政治への関わり方って宗教団体の方もあると思うんです。宗教団体は政治活動すること自体は禁止をされておりません。ですから、規制の仕方は難しいと言われています。まあ、そういう状況があるからこそ、どういう団体なのかっていうことをちゃんとやっぱり資料を読み込んで、まあ、よくあんまり分かってない方は、市民を読み込んで、研究すべきだというふうに思いますし、もう分かっていて関わるなんていうことはもう言語道断と言わざるを得ません。統一教会は改革をアピールしておりますけれども、韓国本部との関係についてはこの間言及がございません。年間何百億円という多額のお金を韓国に送ってるっていうことが内部資料で明らかになってるわけです。で、これとの関係について言及もしないで改革を一体どうやるのか、それから協議に万物復帰、というものがあります。とにかくこの世のもの、自分の持っているものは全部天に差し出す。これが正しい。というのがその教義、本質ですから、まあ、ここのところを変えないのに、まあ、これから統一教会について事態改善しようがないですので、まあ、それを分かっていて、これからも続けるであろうという、そういう団体に政治家が手を貸すのかということ、向き合わないまま利用し合うのかということが本当に問われます。先ほど紹介いたしました全国弁連の河合さんがおっしゃっていることが全てだと思いますので、最後にご紹介いたします。あえて関係を作るんであれば、隠さない、公にした上で、選挙の段階で国民の評価を受けるべきということです。倫理観を持つことが必要だと、私も含めてそのように考えます。以上です。どうもありがとうございます。以上で質疑を終結します。